お待たせしました。よっとっとっと、あー、つかない、ついた。よし。来てますか？いかがですか？あー、もう2分経ったか。花野さんが予定なし。ここは道の駅うずしおです。ちょっと後で橋の方は見せますけどね。安定してますね、割と。まあまあかな。うん。雨風、あー、わかんないです。どうなるか。あと、さっきから、これ道の駅のちょうど入り口のとこなんですよ。わかりづらいなぁ。すぐそこにトイレがあって、そっからなんか、藤棚みたいな道をずっと登っていくと上に道の駅があるんですよ。で、バッテリーはちょっと節約しないと、明日放送はちょっと難しそう。で、私がここでごちゃごちゃやってると、車の人が帰っていきました。悪いことしたな。Okay、で今もうお湯沸かしてます。今日のメニューは、あ、パッケージ剥いてしまったけど、焼きそばのトマト風味のやつと、あとカット野菜炒めようと思っています。野宿です。道の駅のですね、ここ宿泊もやってるみたいで、結構夜まで明かりついてるんですよ。なので多分どっかここで、うわぁ。うわぁ。横断歩道、そうそう、ここしかですね、明るくて、ちょっと暗いとこだとですね、ここ実は地面に、船虫とダンゴムシがいっぱいいます。特に船虫がですね、えらい、堂々たる船虫がいて、暗いとこで見る船虫の歩き方っていうのは浮いて見えますね。500円払った、いいなぁ。怖っ。じゃあ、ちょっと処理に入りますので。よ。こんな感じか。あー、ちょっとなんか今一つちゃんと映ってないな。大覚寺メガネは補助にまた戻りました。夜釣りしない。ちょりっす。で、これからマイクから離れるんで、ちょっと聞こえづらくなりますが。こんなもんか。あとコメントは iPhone の方で別に聞くので。はまだ食べてない。ちょっとなんか、あ、なんだ、足になんかついた。なんだ今の。うわー、すごい勢いで走り回ってる。なんだてめえ、どっか行け。なんか陸上の水すましみたいなやつがいつの間にか足にくっついてて、びっくりした。この虫の攻撃、それから困りますよ。声ちょっとこれだと困ってしまいますね、どうしても。まあいいや、やっていくな。じゃあまずはトマトソース味焼きそばから。粉末ソースとトマトソースを今入れると大変なことになります。ボンベのガスはちょっと怪しいです。かなり軽くなってますんで、これ火薬で合ってるのかな。火薬を先に入れますね。よいしょ。いらっしゃいませ。あっち、段取りが騙されんぞ。あっち、あっち。これ入れて3分。そう、道端料理。3分だから41分頃。
41分頃で、次野菜炒めるマヨネーズで、あ、折りたたみ持ってきてますけど使わないかな今日は。そう、体気中だから、まず先に野菜入れたらいいか。野菜3分で野菜炒め作る、野菜3分使って野菜炒め作る。はよはよ、バーナーがボンベが安いですね。マヨ焼きつくかもしれない。よいしょ、横断歩道前、あ、でも家か、そうか、かというか虫は結構来そうですね。ここ明るいからまだマシなんですけど、あっち側の、植え込み沿いとかですね、ダンゴムシがすごい数いる。もし洗ってない、洗わない、ワイルドだろう。よいしょ、でマヨネーズと、そうそう、マヨネーズ、マヨネーズ、そう、洗わなくても死にはしない。で、相変わらずこの鍋じゃ炒め物は無理があるな。そう、適当な場所、道の駅くまなく探し回ったんですけどね。マヨマヨ、お、なんかいい感じ、いい感じ。ご自慢のフライパン、ちょっとあれ、うまく中に入らないんで手を洗いました。うまくバッグに収まりが悪いんで、うまく悪いので持ってきませんでした。まあ3日だから大したことないかなと思って。お、いい感じにマヨネーズ絡んだ、絡んだだけで全然炒め油として機能してない。フライパンはですね、ちょっと収まりが悪いんですよ。1週間ぐらい行って結構何回か使うんだったら持ってくる価値もあると思うけど、ジャック、ちょっと皆さんには何やってるか全然見えないですけどね。あ、蒸し焼きか、なるほど、それもありかもしれないな。まあでも今日はちょっと炒め物でいつも通り、今の状態、そうそう、油兼用、ちょっと味付けもあるかな。青に神、人に迷惑なるからな、この状態。焼きそばの具、焼きそばそろそろですね。もやししか見えない、私もそう思います。よいしょ、結構見えてないな、これこっち側に置けるか。これでいいか。あ、人はたまに車が来ます。さっきカップルが一人通っていきました。うん、ちょっとすごいとこで焼きそば、そう、ゆでそばですよね。あ、どこ行った、どこ行った。 BGM はなんか道の駅で流れてます、ずっと一晩中流れるのか。おー、危ない危ない、焦げる。自由紹介まだで、あ、42分やべえ、ちょっと一旦、よいしょ、
でもない。なんでもない。言うな言うな。今日パスタあるんですけどね、全然なしです。今日泊まりです。よいしょ。スーパーで全くですね。で、塩コショウ。塩コショウ。ああ。カレー粉。カレー粉。今のあのお約束なんですけど、ちゃんとナチュラルでしたよ。わざとじゃないですよ。サブアカ作って今読み上げ聞いてます。うん、 OK。 カレー粉、そうですか。さて、オリーブオイル、なんだっけ、オイオリーブオイルだっけ。バッテリーはもうなんだっけ、粉末ソース、粉末ソース向かい、マジで粉末ソースってこれ混ぜるだけなのかな。カレー粉、あー確かにそうかも。液体ソース。ペヤング。今日はなんだっけ。うわ、野菜水が出てきてる。結婚するんだ。ずいぶん進展してるな。皮いるかも。熱の量どうだろう。混ぜる。ペヤングはブルベですね。あれもなんか、あっちもなんか無茶ぶりが暴行し始めると怖いよな。よしよし。お風呂入りましたっていうか、シャワー浴びてきました。400円かかっちゃったんで、銭湯と同じになってしまったな。浴室まだ。よし、できたできた。トマトを上に持ってきて完成。お茶。トイレで充電はちょっとできないな。前それ近いことやってしまった前回あるんだけど。はい。トマト味パスタと汁が出てきた野菜炒め、カレー味。そう、腹持ちあまりよくなさそうだな。色ないっすね。美味しくなさそうって そのまんま言うなよ。よいしょ。よし。夜中に、まあお菓子もあるんで。タンパク質ないな、あんまり。お、綺麗に映った。綺麗に映った。青島の明日の天気まだ確認してない。プロテインか。あ、そっか。はい、どうですか。ちゃんとトマト麺になってますよね。嘘っぽい。別ですよね。美味しいと。
ただきます。あれこれマイクどこだ、これか、よし、いただきます。バッティーはもう諦める。あ、ちょっとお湯につけてた時間が長すぎたせいか量が多くなって腹持ち良さそうですよ。うん、車、あ、うん、トマトソースがよこぼれてる。手を合わせてください。よし、うん、荒ぶるのは下手くそだから焦るんですよね。うん、芝生はもっと虫がたくさん来ますね。明日、ここは9時か10時、確か9時からやってますんで、ってなんでそんな丁寧なんだ。9時からやってるんで食べようと思ったらバーガーとか食べられます。うん。明日は宿泊まると思います。宿泊まって充電。いや、風は今のところ大丈夫ですよ。うん、これ結構うまいですよ。これ焼きそばよりもなんていうのかな、多分そのソース味じゃなくて。なんかの味がする、なんかそれっぽい味がする。芝生が嫌で全くですね。結構虫がたくさん入ってくるのが、まあ、私は虫はそんな苦手じゃないんですけど、やっぱりたくさん入ってくるとそれなりに気持ち悪いので。あと芝生ないですよここ、アスファルトと土のとこしかない。うん、ああ、うん、全くだ。就寝時間早めに寝ます、うん、この焼きそばうまいな。メガネは違和感ないですね、うん、5時間割と寝られますね。まあ、その日によって違うけど、うん、なんだなんだ、もう21分か、うん、こういった、まあちょっとここまでして実践しなきゃいけないかっていうのはありますけどね。もうちょっとこっそりやりますけどね、放送やってなかったら。うん、今日はここでもっと上の方で寝ようと思います。テント張って、うん、あ、食事、うん、夜盛り上がりすぎるんですよね。特にこういう下手くそ料理っていうのはすごく盛り上がる。わざと下手くそにやってるわけじゃないんですけど、ごちそうさま。うわ、汁出てる。うん、パスタは明日の朝パスタしようかな。でも放送はもう明日は GoPro で録画するので精一杯かもしれない。それも途中までしかできなさそう。うん、何が大丈夫、やっぱ蒸し暑いんでまだ、う
ですかね。あ、雨の音バランスいいですか今。たまたまですね。リスナー10人いっぱいありましたけど、ごちそうさまでした。うん、怖い、いや怖くはないな。うん、虫が。ランドは私はフラットバーの方がいいので、ドロップハントリーどうしても慣れなかったので、でちょっと次はいやないです、ざっと吹いてあとは夜景見せに行きます。先に吹いとかないと。ゴキブリ、ここには船虫しかいません。アシルブス、あー、ビスワートアイスない。新州、南新州道の駅で食べましたね。ここにはアイスないみたいです。あの上の方の道の駅の本体の建物は宿泊施設が兼用らしいんで、明かりがつきっぱなしになってます。よし、じゃあ夜景行くか。僕も船虫、確かに動きとかよく似てますよね。よし、あと6分か、十分だな。あ、道の駅、まあ閉まってますけどね。ちょっと虫が苦手な人はすいません。あ、見えなかったかな。ふなふな、ふなむし、じゃあ、橋の方、ブリッジの方、そう、ふなむし、ここら辺いっぱいいるんですよ。じゃあちょっと胸元にマイク持ってくるんで音量上がります。そう、ゴキとコンバチなんですけどね、奴らの動き。だからあんまり好きじゃない。ゴキブリに比べたら随分平気だけど。虫、あ、好き、すいません。いや、海辺育ちだから。あと4分ちょいか。調整して間に合うかな。かわいくない。う、なんか今手に当たった。今何の虫だ。虫は掃除屋さんです。ここは道の駅なんですけど、本当はあの突端にあるんですよ、海の海に出っ張った。だからここら辺は海のもので、あの支配されてます。いや、今日は一泊だけです。バッテリーもないし。うん、明るさ足りないの。もうちょっとこう、こう、海近いです。真っ暗でございます。明かりはあんまなくて、カップルも今のところ一組しか来てないですよ。誰もいません。ここで寝ます。ナルト道の駅うずしお。放電しない、もうしない。まあ一遍やったけど。で、あの橋はこれです、看板です。暗いな。暗いっすね。わかりますかね、なんか車走ってるっぽいのが。あと橋のあの明かりがチカチカしてるのわかりますかね。ライトアップしたら綺麗なんですけど、今日何にも光ってないです。変わりますよ、真っ黒だけど。ん、何が絶品。ああ、もうとっくに流れてる。あと3分で、ちょっと先ほどあの先ほどデジカメで撮った写真がございますので、ちょっとそちらをご覧ください。ちょっと待ってくださいね。点滅だけしか分かんないですよね。まず夕方、夕方、ホセクシャルフルで言うか。あ、これが夕方。
で夜になるとこう、ちょっとこれピント合わないか。ナイスブリッジ、こんな感じです。あピント合わねえ。ちょっとじゃあ強制的に手前にフォーカス持ってきてよっと、こんぐらいかな。どこだピント、この辺りか、この辺りかな、こんな感じです。朝に、そうですね。あでも朝枠できるかな、バッテリーが。まあこの後完全に切っとこう、振り返りですかね。というわけでまだ1分ちょい余ってるな、これ全然見えないですね。もうちょっと努力しよう。明るさ最高、コントラストも上げて上げて上げて、あれこうか、こう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 か、反応が鈍いんで難しいな。はあ、はあ、あと1ですかね。このぐらいか、これでギリギリ。橋です。あの大鳴門橋っていう橋みたいですね。で向こう、あの橋の向こうはあの徳島県です、四国。今こっちは淡路島。配信、じゃああと40秒ありますけど、この、はい、この風景のまま終わりますかね。ああ、全然そうですね。ちなみに向こうにもあります、右下に。じゃあ私はこの後あの目立たない場所にテント張って、で寝ます。じゃあありがとうございました。配信ないない。じゃあお疲れ様です。ポタフェも夜切っといた方がいいな、節約のために。ナルトです、これナルト海峡でいいんだっけ。じゃあおやすみなさい、また明日ちょっとできるかどうか分かりません。